で、放送赤台と、エイドさん、370スパチャありがとうございます。なるほど。ほい。安定の BGM。CD にしとこうかな。はい。まあ、また今度やりますよ。今度、まあ、いつになるかわかんないけど、あれも面白いから。ミステリーモードでちょっと革命を起こしたいよな。で、STMV ケーブしてとどめに行こう。おば。ほい。まあミステリーはあれはまあ楽しいモードだね。あれ記録狙おうとする狙おうとしようとねしすぎるとまあ結構どうしても運要素高くなっちゃうから、まああれはもう完全に遊ぶモードというか楽しいモードだよね。テトリスエフェクトというゲームのミステリーモードの話です。どでかいミノをうまく捌くかとか、爆発したすごい変な地形になった時にいかにうまく対処するかとか、そういう面白みが多いからな。うん。エフェクト面なんだかんだね、いろんなルールあって、まあでも実際テトリスに関しても割と勉強にはなるモードもあるんだよね。ターゲットもターゲットでライン合わせの練習になるし、オールクリアはパフェの練習になるし、パフェの練習と回転の練習にもなるか。ほい。かなり高度なアイスピンのやつとかあるから結構練習にはなるんだよ。あのゲームの体重はないけどさ。ほい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 。で、そのメインしていこう。まあ、カウントダウンはさすがに。あれはもう、実戦で活かす方法はないけど、ね、カウントダウンに関してはマジでないけど。まあ、あれもあれで。あゆみのね、どううまく捌くかっていうのが。はい、はい、はい。問われるから、ね。これ、タギゲー状態美味しいんだ。ほい。これね、ああいう風にね、ただひたすらもう楽しむゲームっていうのも大事ですよ。息抜きになるからな、実際に。完全一人用モードだから、自由にできるというか。息抜きにはちょうどいいゲームです。意外とね、あれするんだよね、確か。俺がまあ、いつだったっけな、結構前のゲームなんだけど、確か5000円くらいしたはずだから、4000後半だったかな。まあ割とするから。ほい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 。まあテトリス99みたいに無料ではねえから。で、火力ムーブで火力作っていこう。ほい。はい、ピンチのピンチじゃないからよくわからない。あれ、カバリー力なんですよね、やはりに。したらあの人ちょっと一旦鍵切りしてるから外しといた方がいい。で、これトリプル。やりすぎた説はあるけど、
とどめにしとくか。ほい、ほい。そこまで多分まあ普通に考えればそんなに高くないんだけど。なんかもうテトリス99が無料っていうせいで、なんか、高いっていう、錯覚を起こしてた。ほら。ほい。ほい。あれ、パッケージ版ってでもなんかあれってさ、その課金要素のものがついた込みで有料じゃなかったっけ？ほい。ほい。確かだけど。のせいかな。課金、おっと、ミクロネシア4563。ねえ、大スペキと。610スパチャ、ありがとうございます。はい。なんかそのパッケージ版の要素が加算されてないやつもあるのかな。おい。で、ちょっと一旦、これは買う。いや、とどめだな。一応有料だったような気はした。ただ、うろ覚えだからわからない。はい。で、25%、ちょっとバッチ集めていきたいね。ほい。おば。おう。おう。さあ、左上誰が取れるか。俺が取れたけど、25か。この人取りてえな。外された。ちょっとバッチがないなぁ。OK。カウンターでとどめもやっておいて。ナイス。とりあえず50。あの人、はい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 。倒されるかなぁ。倒されたか。ゴリ押し剣に近い人権になってる人がいる。じゃない。人権に近いゴリ押し剣になってる人がいる。左下。なるほどね。ほい。割と隙ある地形だったから、12ライン一気に送る体勢を整えたかったけどな。嬉しかった。ちょっと多激化してんのか、やめとこう。ほい。OK、100% 取っていけ。その人ちょっとターゲット多すぎ。ちょっとむずいな、これ。どうしよう。まあ人権あるからな。とりあえず踏み切って、体勢は悪くない。バッチは有利だね。ちょっとターゲットがない状況なので油断はできないくらい。はい。
どうだ。貫通してきた。マジはまだ入ってないのか。ちょっとでも多劇の闇来てるな、これな。マージも入ってるからね、やばいな、これな。なげえ、多劇の闇がこれ続いてるな、ずっと。マージンが入りすぎだって。貫通した。やばすぎだろ。
貫通してきたか。オッケー、よし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 、よーし、よーし、いやーなんだこれ、これはやばいな、この試合はマジでやばかったな、これは余裕で動画化レベルだけど、なー、これやばいでしょ、今の試合やばすぎるな、これ過去最高クラスレベル普通に余裕だった、やっば。2位ドレミ君、まあ、3位ロイ君。まあ、誰でロイ君とドレミ君っていうのは分かってたけど。やばかったな。ほぼほぼマージン入ってない時から最大までこれ3人でやってた、もしかして。この試合はすごいぞ。これはやばい。笑いしか起きなかったな。